モーターサイクルジャーナリストのケニー坂尾です。今回試乗したのは川崎のニューモデル忍者400です。忍者400なんですが、これはもう完全なニューモデルですね。従来型の忍者は、もうちょっとこうツアラー的な、モデルで、どちらかというとこう650をベースに、スケールダウンしたような、ツアラーモデルだったんですが、こちらは今度はフルモデルチェンジした忍者250と共通のプラットフォームを使っているわけです。なので、世界戦略車ということですね。今までの忍者従来型は 300cc だったんですけど、こちらも400になってます。で、新型の250忍者と、兄弟車になるわけなんですが、主にその違いについて説明したいんですが、まずはエンジンですよね。エンジン排気量が当然違います。で、最高出力忍者250が39馬力、クラス最強レベルになったわけなんですが、それに対してこちらは400は45馬力ということで、排気量の割にそんな変わらないんじゃないかなと思いきや、実はトルクでいうともう 1.5 倍以上になってるんですね。そのトルクアップしているところが非常にこの動力性能にすごくプラスになっていると思います。あと変わっているところでいうと、そうですね、マフラーちょっと400の方が少し長いというかね、なってます。それは消音効果を出すためだと思うんですけどね。それ以外でいうと、タイヤ、前後タイヤが250がバイアスに対してこちらはラジアルになってます。あとリアタイヤのサイズが250が140に対してこちらの400は150になっているということですね。その辺の違いぐらいで、あとは本当にもう売り二つですね。間違い探しじゃないですが、違うところを探すのが難しいぐらいの感じです。車重に関しても1キロしか、400重くないので、取り回しだったりまたがった感じというのは全く同じです。で、今日オートポリスで試乗会があって走ってみたんですが、サーキットになるとやっぱり速さが違いますね。当然といえば当然です。同じ車重で、トルクが 1.5 倍以上なわけですからね。で、やっぱり一番大きな違いと感じたのはまず、ストレートスピード、250がだいたいメーター読みで160のきっかりぐらいのところを、こちらは、175キロぐらいまで行ってましたね。数周でしか走ってないので、ね、もうちょっと本当は伸びるかもしれないですけどね。そこも明らかに加速が違います。コーナー立ち上がりの加速が違いますし、あとこのオートポリス、アンダーブリッジの下から最終コーナーに向かってだんだん上がってくるんですね。上りになるんですけど、そこのところの負荷がやっぱかかるところで、250だとなかなかちょっとこう上らないな、上がってくるのはしんどいな、苦しいなっていうところを、この400はこう結構悠々と上っていく、一段ギアが高いギアを使っても悠々と上っていくぐらいのやっぱり差があると思いますね。はい、ではまたがってみます。はい、そうですね、400のライポジは250と、当たり前ですけど全く同じですね。はい、790mm、このシート高の高さ、足つき性はいいですね、非常にね。ハンドルの位置、若干絞られていて、従来モデルはこう低くなってるね。従来型の250と比べてですけど、スポーティーなんですが、街乗りツーリングでも十分、こなせるというか、そんなにこう極端に前傾があって、きついという感じではないですね。オールラウンドに使えそうなライポジになっていると思います。250だと、パワーを、エンジンを回し切って、エンジンの持てるパワーを全部使い切って走るっていう楽しさはあるんですけど、一方400は、もうちょっと余裕のトルクで、しかも速く走れるっていう、ね、ところもサーキットではありますし、一般道で言えばそれが、ゆとりにもつながると思いますね。おそらく、高速道路を走る、あるいはワインディングをスポーティーに楽しみたいという時も、250はもうギンギンに攻める、400はもう少しゆとりを持って、250 と同等以上のパフォーマンスを発揮できるというようなのが、私の率直な感想ですね。ですから、
まあ、免許制度とか、まあ、いろいろそういう車検の問題とかあるとは思うんですが、まあ、今回ね川崎はやっぱりかなり力を入れて400に排気量を上げてですね、そしてオールニューチェンジした250と同じこのパッケージングで排気量を上げてきたってことですね。これはかなり肝煎りなモデルなわけですね。でそれがその、まあ、熱い思いが伝わってくる、非常にこう完成度の高い楽しいモデルに仕上がっていると思いました。